控え室は、迷子じゃない。そういや、お前はどこまでついてくる気だ？ DJ ろくろのところに行かなくていいのかよ。しまったって顔だな。さっきまで散々 DJ ろくろの話をしてたのに、忘れてるなんて器用なやつ。まあいいじゃねえか。どうせ道断つつじさんの控室も俺たちの控室の近くだろう。このまま一緒に行こうぜ。で、サブロ、控え室はどっちなんだよ？あ、階が違ってた。あ？だから一つ下の階だったって言ってるんだ。悪かったな、間違えて。別に責めてねえだろ。そういうことならさっさと階段探すぞ。ね、兄ちゃん。階段ならさっき見かけた気がするな。サブロ、任せっきりで悪かった。俺にも案内図を見せてくれないか？大丈夫です、今度はしっかりやりますから。1,2の手を煩わせるわけにはいきません。こんくらい頼ってくれていいんだぞ、兄弟なんだからな。でもそういう芯の通ったところがお前のいいところでもあるか。じゃ、案内はこのまま任せるわ。頼んだぞ、サブロ。はい、1,2。この階だな。ああ、このまままっすぐ行って右手の、お、あのドアじゃねえか？間違いないです、到着してよかった。ありがとうな、サブロ。あ、頭、ありがとうございます。そうしたら次はこいつを連れてかなきゃな。DJ ろくろの控え室はあっちみたいだよ、兄ちゃん。誰か入り口のところに来てるぞ。あれは中央区の。さっきもうろうろしてたやつだ。大会の進行のことで話しに来たのかもしれない。DJ は司会も兼ねるって話だったし。へえ、DJ って大変なんだね。簡単に言うと、オルタナティブラップバトルの盛り上げ役を一手に担ってるって感じだ。ラップバトルの前にパフォーマンスもしてくれるらしいしな。これを見られるだけでも今日来た甲斐があるって思うやつはいると思うぜ。1,2が絶賛する DJ のパフォーマンス、僕も楽しみです。けどあれじゃ行きづらいだろう。ひとまずこっちの控室に来るか。調子に乗るなよ。兄ちゃんの優しさに甘えんな。お前らそれくらいにしとけって。ほら、部屋に入るぞ。